これ。実習、演習、個性に合わせた装備とかして。こちらも。少なくとも一人はライバル減ったんじゃね。ラッキー。遅れた。落ち着け、落ち着いて。君一応何だと思ってる。早く帰ってシャワー浴びてご飯食べて。慣らし運転もできなかったからな。肉体への反動は覚悟しておけよ。来た来た来た。バカ野郎、なんで。いいチームプレイができたね。ポイントを、早くポイントを。限られた時間と広大な敷地、そこから炙り出されるのさ。市政の平和を守るための基礎能力がポイント数という形でね。進化が問われるのは。でかすぎない？残り2分を切ったぜ。あと2分。転んじゃったら縁起悪いもんね。あの仮想ヴィランに挑んでもメリットは一切ない。心の中でこう叫べ。そう、今度は。器はなしたが、それはあくまで急増品の器。たった10ヶ月、ギリギリ収まっただけなんだ。考えろ、どうしよう、どうしよう。両足、右腕は壊れた、左腕だけ。あの人は無事か？とりあえず、怪我はない。せめて、ワンポイントでも。あいつ、何だったんだ？そこじゃないだろう。見ていなかったのか。それでもなお、一切の躊躇なく。試験という場でなかったら。おや？試験？あのマドマーゼル、雄英の屋台骨だ。まるで体と個性が馴染んでないみたいじゃないか。妙齢ヒロイン、リカバリーガール。他に怪我した子は？そうか、やつは。伊豆く、筆記の方は自己採点でギリギリ合格ラインを超えていた。そして入試以降、オールマイトと連絡がつかなくなった。彼が平和の象徴であり続けるため隠し通してきた秘密。オールマイト、せっかく見染めてくれたのにごめんなさい。伊豆、筆記は取れていても実技は0ポイント。まずはこちらの VTR をどうぞ。あの頭もっさもさの人、その人に私のポイント分けるってできませんか？0ポイントだったんじゃって思って。先日の入試見ていたのはヴィランポイントのみに。あら、あってたまるかって話だよ。命を落として綺麗事実践するお仕事だ。合格だってさ、来いよ緑谷少年。合格通知開封の翌日の夜。オールマイト！誰それ？オールマイト！ありがとうございます。でもオールマイトが雄英の先生だなんて驚いちゃいました。本当は生徒の中から選ぶ予定だったんだ。ワン・フォー・オール、一振り一蹴りで体が壊れました。調整ができるようになれば体に見合った出力で扱えるようになる。こんな風にね。成果のごとく譲渡した日はまだ日だね。時間がないんだ、急がないと。急く。何？超かっこいいよ。一般入試定員は36名。広すぎる。あった。てめえどこ中だよ、早くげ。ツートップ。
ぶっ殺しがいがありそうだな。ぶっ殺しがい、君ひどいな。おはよう。俺は気づけなかった、君を見誤っていたよ。うちの中学から遊泳進学者が2人も出るとは。どんな汚ねえ手使いやてめえが受かるんだ。他行けっつったろうが。絶対裏があるはずだ。緊張するよ。近い。お友達を起こしたいならよそへ行け。なんかいる。時間は有限、君たちは合理性に欠くね。よろしくね。担任。遊泳システムは蒸気を逸する。遊泳は自由な興奮が売り文句。お前たちも中学の頃からやってるだろ。実技入試成績のトップは爆豪だったな。じゃあ個性を使ってやってみろ。死ねえ。705m ってマジか。ヒーローになるための3年間、そんな腹積もりで過ごす気でいるのかい。除籍処分としよう。そんな、まずい。8種目も。僕はまだ調整なんて。大会除籍って入学初日ですよ。これから3年間遊泳は全力で君たちに苦難を与え続ける。全力で乗り越えてこい。だがこれが最高峰か。やるしかない。他がどうするのかが見ものだな。触れたものにかかっている引力を無効化する。個性を使っていいってのはそういうことさ。1秒以上射出するとお腹壊しちゃうんだよね。爆炸。7秒02。調整。それは感覚だ。電子レンジに入れられた卵のような。何でもいいが、卵が爆発しないイメージを反芻するんだ。540キロってあんたゴリラ？あ、タコか。みんな一つは大記録を出してるのに。緑谷君はこのままだとまずいぞ。彼が入試時に何を成したか知らんのか。そろそろか、そろそろか。お前のような奴も入学できてしまう。抹消ヒーロー、イレイザーヘッド。私は彼と馬が合わないぞ。周りはそうせざるを得なくなるって話だ。お前の個性は戻した。ボール投げは2回だ。指導を受けていたようだが。除籍宣告だろ。僕はね、力の調整、僕にはまだできない。ダメだダメだ。それならただ全力で。おいおい、マジか。うまー。また行動不能になって誰かに助けてもらうつもりだったか。力の調整はまだできない。行動不能になるわけにもいかない。かっこいいじゃないか。やっとヒーローらしい記録出たよ。指が腫れ上がっているぞ。なんだあのパワー。君はヒーローになれるって勝ち取ったんだって。わけを言え。できてめえ。炭素繊維に特殊合金の光線を編み込んだ捕獲武器だ。俺はドライアイなんだ。指大丈夫？うん。いいな赤ちゃん。個性かっこいいもんな。痛みと戦いながら体力テストの全種目が終了した。トータル最下位が除籍。最下位は除籍。あんなの嘘に決まってるじゃない。ちょっとヒヤッとしたな。俺はいつでも受けてたぜ。明日からもっと過酷な試験の目白押しだ。再開からのスタート。見てたんですね。暇なんですか。それってさ、君もあの子に可能性を感じたからだろ。随分と肩入れしてるんですね。半端に夢を追わせることほど残酷なものはない。やっぱ合わないんだよな。
私の個性は人の治癒力を活性化させるだけ。助けてもらってばかりじゃダメだ。早く調整できるようにしないと。駅まで待って。うららかさん、飯田天也くんに緑谷デックくん。でもデックって頑張れって感じで。コーペルニクス的展開。コペ、安心している時間はないぞ少年。午前は必修科目英語などの普通の授業、昼は大食堂で一流の料理を安価でいただける。普通にドアから来た。画風違いすぎて鳥肌が。今日はこれ、戦闘訓練。入学前に送ってもらった個性届と要望に沿ってあつらえたコスチューム。学校から入るってのも大切なことだぜ少年少女。かっこいいぜ。あ、でもなしで登録されてるんだ。ああ、あれ更新できるよ。本当ですか。伊豆くん、あのね、入学祝い。伊豆くんは諦めないで夢を追い続けてたんだよね。これからは手放し全力で応援するからね。これが僕のコスチューム。地に足ついた感じ。恥ずかしい。ヒーロー化最高。え、わかりやすい。ここは入試の演習場ですが、また市街地演習を行うのでしょうか。真の逆しいヴィランは闇に潜む。いいかい、カンペ。ヒーローは時間内にヴィランを捕まえるか核兵器を回収すること。コンビおよび対戦相手はクジだ。すごい縁があるね。よろしくね。他の者はモニタールームに向かってくれ。はい。怪我を恐れず思いっきりな。これを守ればいいのか。ハリボテだ。そんな跡が。